りました、はい、YCA 東京4期プレゼンツ、はい、NSC 東京30期クラスコーナーバトル MC のゼロカンです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでこのライブは YCA 東京4期のプレゼンツコーナーバトルですと、はい、今回現役の NSC 生がクラスに分かれてコーナーで対決していただきます、うん。コーナーはすべて現役 YCA 生が考えたコーナーになります。なるほど、YCA とは、まあ、作家コースですね。いわゆる、はいはい、コンテンツ制作やプロデュース、構成作家など即戦力となるスタッフを育てる学校 YCA、 YCA 吉本クリエイティブアカデミー、うん、はい、そちらの、有望な方たちが、作っていただいたコーナーとなっております、うん、なるほどね。さあ、ということで、うん、どうですか。そうですね、うん、やっぱ NSC とか、はい、YCA とか、はい、まあもうそんなもう全部いいんじゃないかと、今日はもう面白いことしようやと。いや、なるほど、はい、YCA ですよ、出てくることは別にないです。あ、そうですか。僕は別に NSC 通ってたわけでもないので、はい、それ言ったらおしまいなんです。はい、でも、NSC 生に通ってた人より俺ら吉本を愛してるから、うん、そうそうそう、だから結局誰が一番吉本を愛してるのかという大会ですからね。今日ですか。そうです、今日は NSC、東京吉本を愛してるのか、面白いこと言うのかどっちですか、うん、どっちですよ、何割何割何割吉本愛と面白で言ったら何割何割で持ってたらいいですか。パスで。恥ずかしいよ、お前、後輩がさ、いっぱいいるのに大喜利逃げてる先輩に。でも、大喜利逃げるというか、もうね、答えたよかったよ、なんで。何割、何割って、なんか面白いことしましょうよと。面白いが10割でいいですね、じゃあ。はい。そんなんじゃ、そんなんじゃもう、ほんまについていかへんか、頼みますよ。はい。まあでも、NSC 卒業支援、僕らでもこの場に立てるチャンスがあるというね、みんなに。あ、そうですね。いやいや、NSC みんなも通ってるから、そうなのさ、いらないんですよ。まあ、ということで、今回の主役は僕らじゃなくてね、そうやね、 NSC 生と YCA 生なので、はい、それでは今回出ていただく、うん、A 組 VS、うん、B 組、うん、最初、すいません、むちゃくちゃだった何早速、はい、それでは最初のコーナーに、あ、なるほど、参りましょう、行こう。さあ、今回最初の対決 A 組 VS ビク B 組です。最初のコーナました。皆さん、ちょっとまずは自己紹介の方をしていただきましょう。 A 組からいきますか。はい、あ、一組ずつ。はい、もうどうぞ。ありがとうございます。あ、どうも、うん、どうも、ごめんなさいね、すいません。タイガとリョーマで、アボカドと申します。アボカド、アボカドやって。どうした、ひらがなで。こいつ、うん、一発ギャグを超えた、うん、一発ギャグってやつあるんですけど、ちょっといいっすか。一発ギャグを超えた一発ギャグ、いや、ちょっと見たことない。二発ギャグ、ちょっと2発ギャグ、マジでいいの、どうぞ。ありがたいな。僕、ハンバーグが大好きで、皆さんに美味しい作り方を教えたいと思います。空気抜くのが大事ですね。パン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 パーす。朝はパン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 パーす。これが2発ギャグです。2発やな。2発いく、連続で1回。あれ、そう、なんか、いや、めっちゃギャグは面白かったけど、うん、最初の喋り方が嫌やった。アホみたいな。最初の入り方だけ何が大きい声出したんだ。僕、ハンバーグがないっすね。これは嫌や、なんか嫌や。いや、でも面白かった。一発は良かったけど、一発良かったよ、一発良かったよ。いや、アボカドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。はい、ゴルフ女王のアブコと申します。ゴルフ女王のアブコ、はい、相方いないんですけど。あ、なるほど、はい、絶対に訴えてやる。お願いします。いい、行列の、行列の、それだけで下がられてる。はい、いやいや、なんで関係ある。だって、いや、関係あります。何、どういうこと。やっぱ最強弁護士として、これだけ言わせていただきます、うん、絶対に訴えてやる。訴え
自分で欲しい。もうだいぶやってるけどな、その欲しいの。やめつけ、その、オーナー合間とか、やめてやるから。あ、すみません、本当に。あのままです。アブコです。よろしくお願いします。さあ、いきます。ファッションダビデ、神山です。神山。神山、神山ね。神山です。ちょっと今日も僕も相方が。相方笑ってくれないよ。うん。気づいちゃって。え？気づいちゃった。これ YCA 企画なんです、うん、そうやね YCA、うん、A、うん、ちょっとやばくないですか A グループ B でな、いや C も入ってるからそれで言ったら C グループ、いや C は A の別に A の方がいい、いじめてるわけじゃない、いやいやいや、これでやめられても俺何もないです。なんか今日はなんか相方が何の理由もち絶対に伝えるとしたら俺やろ、なんで追い込むねんこいつ泣いてんの、もっといけないよ、もっと絞れるとか、お前が思うな、訴えたい取ったもんいつでも言って、いや分かりました、はい、あれどうしたどうしたの相方が、ね、相方よ、じゃあその本当にその、うん、何の理由もなく体調不良とかなしに、うん、なんか僕だけ呼ばれてたんですよ、ああそうなんや、普通に休みとかじゃなくて、あの、まあ、じゃあ期待されてるんじゃない、期待されてるんじゃない、そこも、いや僕は相方大好きなんで、あ、いいね、もう嫌われちゃったのかなって、あ、この言ったらこの吉本に相方が嫌われた可能性はある、だからもう僕今日相方の分を方便に背負って、うん、絶対にうっ、なんでやるまずお前らじゃないからフリー素材ちゃうよ、あれ神山ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、臨済宗のお坊さんやってます、そうなん、ちょっとお坊さん特技見せます、いや、いいね、お坊さん特技、おー、すごい、すごいもんもう一つやります、前週のお坊さんなのに、お念仏を唱えるっていうギャグやります、何枚だ何枚だ何枚、前週はお念仏唱えないんです、知らんとんでもないことした、そのこのとんでもないことした、普通に怒られることやった、めっちゃ怒られた、訴えられんじゃん、絶対に訴えてやるな、それ、いや、はい、当てた、ありがとう、お坊さん、現役のお坊さん、現役ではない、現役です、現役のお坊さん、すごい、ドドンさんとかはどう思ってるの、あ、もう、本当に、鬱陶しいな、お前が当たる、だいぶ上やから、だいぶ先輩やから、一緒に頑張りたいな、一緒に頑張りたい、はい、よろしくお願いします、どうも、はい、行きます、どうも、ロリポップキャンディー竹山です、お願いします、はい、お願いします、竹山も一人、今日ははい、今日は、コンビを最近組んだんですけど、うん、D 組になったんですけど、うん、今日はあの前在籍してた A 組ということで、うん、A ですね、もともとは D 組やったんや、もともとは A で、あ、今 D 組に行ってしまったので、うん、ですけど今日は A で、 A で行くよ、なるほど、じゃあ A でも A、 もともとは A やったっけ、A で、 A で、 A だったんですけど、あの D 組に行ってしまったので、あの A 組で今日までも出させていただくっていう感じですね、だから今は A 組や、今は C 組や、あの D 組やっちゃう、あの練習を行った A 組、あ、最初は C 組で、そう、C 組から A 組で行けるか、お前お前お察しなのおかしいよ、行ったけど今日は A 組で、今日は A だよ、でも A の深あの絆は深いわけや、言ったおったから、そういうこともあるから、 OK、 じゃあ A 組で頑張ってください、あさあ、それでは B チームも行きましょう、B チーム、みんなで、なんか、あ、いいですね、なんかチーム、チームですね、まあ、B チーム、はい、B 組、キャプテン、キャプテン、パツノリ、おっす、うん、ちょっと待って、お前、なよ、なに、なに、え、なに、なに、どうした、どうした、なんか全裸なってんだけど、全裸ちゃうねん、はい、よし、もう一回、
もう一回ちょっと、一回記憶忘れた状態で。もう一回やってください、ちょっと。全然いいね。全然これ生だと思う。全然いいね。B 組ということで。シャーキャプテン。キャプテン。キャプテン勝利。勝利。よっしゃ。ちょっと待って、お前。え、どうした？おい、どうした？なんか全然なってんだけど。全然ちゃうね。はい、あの時の選手。何がよっしゃーせやねん。いやいや、キャーの3人が何がよっしゃーせやねん。あの時の青春。あの時の青春。あの時の青春。さっき30分ミーティングしたんですよ。30分やって、最後は。鏡見て稽古した言うな。これやったら絶対ウケる。いいですね。でもチームワークありますね。よさそう、確かに。素晴らしい。勝則と、そして篠原、金子、栗林、松本、花ちゃんと言うことです。花ちゃん、高校生なんですか？23歳です。ああ、23歳です。何で制服？ちょっと痛い。何で制服なの？痛いって言うの。え、な、制服、まあまあ、薄いな、そういう衣装や。なんか今日、私一人なので。うん、あ、ほんま込みないの。そうなんですよ、秋葉ドレッシングっていう子いるんですけど。秋葉ドレッシング、秋葉？今日なんかちょっと世界一美味しいサラダを探すために出ちゃった。あ、ドレッシングやで、そういうやつや。そうです。前な、一緒にやったの。なので制服着てきました。あ、どういうことだよ。なるほど、分かった。分かるよ。え、どういうこと。え、なんか、な、かけてるな、今日にな。はい、そうそう。ハンディアだけじゃないですよ。そういうことは分かる。そういうことは分かる。めっちゃ分かる。秋葉のズームみたいな、秋葉で。好きなわけじゃない。ちょっと待ってください。臨済室のお坊さんが、臨済室やっちゃいけないことやってますよ。何やねん。ちょっと、チンチン出しちゃってますよ。単語ですよ。これを擬音語で。
もういいですよね。ブルブル冬あー寒い。おー正解正解。あ、まだ1個前。そう、上位は1個だし。そう。グミグミガムガム。なんで最初グミグミガムガム。お願いします。よっしゃ素晴らしい。さあ、これは日本語で。ゴクゴク。これはジェスチャーですね。ジェスチャーか。はい。
おみがき。お、正解。いいですよ、いいですよ。ポンポン行こう、ポンポン行こう。茶色、茶色。見たまんまです。脇汗。なんで？脇汗。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 撮ってる人、撮ってる人。撮ってる人、あいつやつ。まだやってないよ、まだやってないよ。告白って
いや、何が？ドキドキ、ドキバクバク、キュンキュン、ドキドキバクキュンキュン、テレテレ、ワクワク、ワクワク、こうしゃこうしゃ、グラグラ、こうしゃこうしゃ、グラグラ。わかりました。持てなくてこんなに分けやすかってる。すごいね。分けやすいよりここの壁気になる。壁とか言わないで。あ、いやいや、カビとか言うの嫌やった。カビは嫌やった。ええねん、もう、まあ、ということで、B チームが3ポイントで A チームの勝利。結構、篠原の手だったで、篠原、ちょっとやばすぎたよ。はい、少しテンポアップでいきましょう。言うなよ、それ。5回目珍しい。初心者、君。初めて MC やった。それでは、いきましょう。じゃあ、A チーム、ありがとうございました。さあ、次のゲームに参りましょう。次の出演者が C 組と D 組の対決で、出演者どうぞ。どうぞ。どうぞ。
ショートコントある。一個だけ。いいよ全然。ショートドラゴン残業。ああ今日も徹夜だ。仕事終わんないよ。レッドアイズブラック企業ドラゴン。よろしくお願いします。ドラゴンほんまかお前それ。いいですね。何やねんほんまかよ。見た目とお前やってることちゃいすぎて。誰かに言われてドラゴンって名乗れって言われたんじゃないですね。すみませんドラゴンで。もちろんそりゃそうだよ。ほんまドラゴンで。よろしくお願いします。さあ、今日はということで新人組の対決の最初のコーナーは NG ワードを避けろよく見てジェスチャー。ジェスチャーゲームでございます。ジェスチャーのお題とともに NG ワードが設定されています。回答者が NG ワードを言ってしまった場合その回答者は退場と、舞台から降りていただきます。1問正解で1ポイント、制限時間は3分間でより多いポイントを取った方の勝利。なるほど、はい。そしてただし、退場者が続出し回答者が0になってしまった場合は、そこでゲーム終了という、なるほど、制限時間は関係なく終了ということで、損傷のその時の正解数のポイントとなるということになっております。それではじゃあ、しぐみからしぐみお願いします。よし、しぐみからしぐみからしぐみからやれんのか。どうした、座ってこいよ。大丈夫か。何する。さあ大丈夫や、大丈夫や。さあ、それではしぐみ、最初がジェスチャー担当が一人。そうやな、はい、大丈夫や。よろしくお願いしますか。頑張れ頑張れ。それでは行きましょう。ジェスチャーゲームスタート。いいですね。カーリング。正解。素晴らしい。今今さあ、どんどん答えてください。サッカー。さあさあ、いいよ。ドラゴン。正解。正解。どんどん行こう、どんどん行こう。そうそうそう、いいですよ。どんどん行きましょう、どんどん答えてて。フルーツ、果物、シエナは。おお、残ったよ。結構いる。藤井がちょっとな。
そうやルシーが例えばマリオとかルイージの時にやっぱこう分かりやすいやつやってあげないと、そうなっちゃうよ。ちなみに NG ワードこれ何だったんですか。あれは ルイージが正解でマリオが。さあ、あれだろ。さあ、だって C 組は8ポイントかかるんだよ。すごいな。結構持ってるよ、これ。さあ、ということで D チーム行きましょう。さあ、D 行こう。D 組。結構持ってる。直感だよ。頭使ってやろう。直感だよ、直感だよ。せやな、頭使ってやろう。やめよう。いいですね。考えてね。オッケーオッケー。じゃあ、仕組みの高低差に出していきます。高低差。それいらなしです。それでは行きましょう。やめろ、滑ってる。D チーム、仲間、冷た、滑るんだよ。仲間だ。D チーム行きますよ。スタート。さあ、行きました。落ち着いて。さあ、いいスマホ。あ、いいですよ。どんどん答えていきます。オッケー。はい、はい、素晴らしい。はい。サッカー。はい。ということで、B チームは4ポイント、ということで C チームの勝利。
カリスマ感とかがこう、うん、挑発がね邪魔してたわ。昼よじゃんもうこれのためにさあ、ということでありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、負けたチームで3位決定戦をやりたい。ということはさっきの、はい、今負けた D チームと B チームの、登場です。どうぞビートでよっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、みんな帰ってきたぞ。久しぶり。さあ、ということで、皆さん、次のコーナー説明まいりまい、次のやるコーナーはバラバラジェスチャー。1人が回答者になり、残り5人がお題ジェスチャーで、お題をジェスチャーで伝えていただきます。はい、ただし、5人はそれぞれバラバラのジェスチャーをしなくてはなりませんと。前から野球とかでね、こういうポーズをみんながやってしまったその人たちはいなくなると。なるほど。でそれでどん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 ヒントがなくなっていくんで、できるだけ被らないように、ただ被らないようにやりすぎるとヒントになりにくいんじゃないかという。面白い。お題が出た瞬間3、2、1って出ますんで、はい、その時にもうバッと固定ですか。動いても動いてもその動きだけですね。こうやったらもうこれだけで、はい、だけでお願いします。さあ、そし、これが交互にやりまして、はい、3回挑戦して再回数の多かったチームの勝利。なるほどね。はい、ということで、どちらからいきましょう。はい、お、行くの？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 行っちゃう。やらせてあげますよ。行こう。さっきいいんでか？向こうに。圧倒的点数で。どうした？行け！何の面白いんだよ。俺らが行くなよ。やらせてやるよ、しょうがねえな。あ、いいねえな。違う、俺らは絶対行くなよ。ええねんな。でかいだけのけろ、お前。よし、戻ろう。でかいだけの、なんて言いましたね。何て言いました？でかいだけの、まあ、声でかバカ。言い過ぎですね。回答者。確かに頭いいやつの方がいいね、これは。簡易。頭いいやついる。じゃあさっき。あ、いける。はい、どう？信号。あ、オッケーオッケー、信号。バカじゃん、やっちゃう。やっぱりバカじゃん。え、信号ちゃん、こっちかな。はい。こっちで完全に後ろを向いて。目つぶってください。そっといていただきまして、それでは、お題はこちらです。すぐやってもらって、3秒です。はい、来た。2、1。見ます。はい。はい、動いてもいいよ。この2人はアウトですね。2人アウト、抜けてください。2人、まあ、言われた2人アウトね。言われた2人抜けて、聞いた、ハーフシュー後ろ、はい、フォーかバックか、はいはいはい。これはどうですか。他はいけるか。いけますね。オッケー、行きましょう。この3つから行きましょう。じゃあお題ちょっとあれで、行きます。じゃあ回答者信号かな。うん、信号、じゃあいいよ、こっち。じゃあそれでは信号回答お願いします。シンキングタイム。は1分1分もそんなはないです。そんなないかもね。はい、まあ、分かったら答えちょっといいですよ。いいよ、答えて。考えよう、一個一個考えてみる。ああ、もういける。わかりました、もう OK。 何、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 もう答え言っちゃった。あ、いいよ、一回さ、あ、推理してもいいよ。推理してもいいし、大体、これはあれで、みたいな。まずこれ拍手してますね。はいはい、これお客さんです。うん、はいはい、なるほど。これ走ってますね。はい、これお客さんです。はい、お客さん間に合わなかったんで。あ、なるほど。で、これ杖ついてますね。ついてる。これ老人のお客さんです。ということで答えはヒーローショー。ダメー。まあ、そうです。どういう意味ですか。ヒーローショー。ヒーローショー。ビーム、ビームってんのと、拍手する観客と、連れてきたおじいちゃん。この二人入れたらどうやったか見ろ、一瞬。あ、そう、二人がおったら分かってたかもな。せーの。どう？この二人見て、分かる、なんか。テニス。正解。弱すぎる。何やってたの。分かるだろ。分かる。シンゴがふざけたのか、3人が悪かったのか。ヒーローショーが。ヒーローショーは。だから今のも踏まえて次の2回目ちょっと考えてやろう。ちょっとチェンジ。こいつやめさせよ。え、
で、シンガーも次一応変えた方がいい。そう、変えて。次、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 なるほど。次、作戦練ってきて。じゃあ次、後半チーム行きましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、B チーム。今の1回見れたな。うん、見れたから、ちょっと。腰から見ました。何テニスで、うん、受けたんだけど、いや、フォアが待ってたって言ってましたね。それは やばいね。勝則。じゃあちょっと次、2人休憩ね。休憩で。腰川と、ドラゴン休憩。厳しいっすね。勝則、勝則、すげえ。勝則、ほんまやな、それな。ほんまやな。うまい、嘘ついてへんな。嘘ついてない。はい、じゃあ2人休憩で。厳しいんだい。こういうやつの方がいいから。勝負だ、勝負。大丈夫だ。なしなし。誰が行く？それでは、ビーチの対抗。お前かい！やめとけって信頼してるんで、いけんの信頼してるんで。オッケー、わかった。じゃあ、いきます。お題、はい、お題こちら3、2、1。はい、ブレイクじゃん。はい、はい、かぶってる人排除して。山田見たかいの。あ、金子くんと松本さんかぶってますね、さすがに。ちょっとこれは、はい、下がってくださいよ。いる人は下がってください。はい、いいですよ。あとは大丈夫。大丈夫かな。ちょっと寄ってもらって。じゃあ、はい、じゃあ行きますよ。じゃあ回答者の方見ていただいて大丈夫です。よし、お願いします。シンキングタイムスタート。うわぁ、一個一個行こう、一個一個。さあ、いいですよ。なんか予想してた方がいいな。この2個を見た上での勝つのに行った方がいいかもしれない。そういうことですよね。なんかここはなんか厳かな雰囲気がある感じ、真面目な感じある。はいはい、こいつがふざけてるんですよね。おー、いや、まあまあまあ、これはどうだ。これはヒント与えづらいですけどね。いやちょっとリバイさん、ちょっともっと顔とかも動いてもいいよ、二人。この女の子二人動いてみてもいいよ。いつもりだな。いつもと一緒やね。そうか、動くポーズもないか、二人は。あんまり。行きましょうか。お前に切るやつや、頑張れ。篠原、回答お願いします。税務署。だめ。はい、どんなむずい問題や。税務署。なぜだろう。やる俺で。確定申告のなんか。ギリギリミスです。また間に合いました。最後、最初の2人、足したバージョン。2人やってみて。この3人ええかもな。あれ？わかる？裁判所。まあまあ、正解。裁判。裁判。裁判。いや、裁判や。うん、なんで足すねんか。俺が裁判って言ってたのに、裁判か。勝手に足すねん。こいつあかんって、お前ら。考えな。あ、次変えたらええよ。じゃあ、DJ を行きましょう。作戦でやります。ネロネロ。さあさあ、こっからも一回やってるから。2組とも心配しますからね。はい、回答者、誰か。頭いいな。頭良すぎてもあかんかもな。ちょうどいいの、誰だ、回答者。回答者。お前がダメ。そうやな。俺行こうか。じゃあ俺行こう。じゃあ行こう。行け。単純に考えてる。単純にな。さっきの3人の意外とな、意外と被らんと思ったからな。まっすぐなやつやつ。なるほど。攻めた方がいいかも。さあ、回答こちら。あ、お題こちら。3、3。はい、入ってました。1。はい、あ、いいですね。かぶってる。あ、かぶってるね。シンゴとドラゴンかぶりました。はい、かぶってください。ドラゴンのやつも、ドラゴンのやつはその真面目な子やから。そうだな。全然お前、ドラゴンっぽいやつやらんやん、ジェスチャー。お前、こいつやっちゃう。他は大丈夫。他は大丈夫かな。オーケー、じゃあ回答者見ていただきましょう。はい、あ、ちょっとこれのやつか。はい、違うやつですね。また、また俺よ。これ結構いけるぞ。マジっすか。うん、はい、これはしんどい。はい、しんどいんで選んだな、としか。しんどいよ。困ったらな、ヒントなくなるからな。いや、奥結構いいよ。ちょっと見て。うん、いいよ、相方いいよ。ちょっと動いてほしい、ちょっと。あ、確かに動いていいよ、ちょっと。うん、その、こんな。え、しんどい。あ、いい、全然動いてる。動いてる、動いてる。いける、いける、いったれ、いったれ。いけ、あの、回答お願いします。ボディービル大会。ダメー。俺、待ってしょ。おお、で、筋トレ、うん、観客、そういったか。ボディビル大会でこれやんないから、大会で。確かに。こうなる。誰かおるよね。これ、どこおるやん。なんだか鍛えてるんだよ、ギリまで。で、本番で始まる。2人、抜けた2人は、僕らは、
これ泣いてる、泣いてる。あー、なるほど、これでわかる。泣いてる、泣いてる症状で、症状って欲しくで、ハスペル受賞って、うん、あ、卒業式正解、これですよ。じゃあもっとみんな考えよう、ゆっくり考えていけます。考えましたよ。ん？いや、考え足りない。考え足りない、ちょっと足りない。次、まあ、3回になるじゃん、3回目、3回になるから。そう、チェンジでいく、これ学んでいこう、学んでいこう、いけるよ。でも意外と被ってないっすね、でも。すやんねん、すやんねん。一組ぐらい。意外とまっすぐやっても被らんねん、多分。よっしゃ。意外とみんな側やりすぎて、そう観客とかやりすぎてるから。そう。まっすぐいっていい。まっすぐ。まっすぐ。ごめんね。回答者、優しくない。誰行く？回答者。おっしゃ。じゃあ、赤ちゃん行こう。頼んだね。じゃあ、目つぶっていただきましょう。頼むぜ。お題の方、こちら。さあ、出ました。2、1。さあ、いけるか。あのこれでもかぶってはないんか。あ、じゃあカツノリと松本さんかぶってはない。いやいや、カツノリ、いや、カツノリ僕やって。いや、これちゃうだよ。いや、いいですよ。そこそこ全員 OK。 ああ全員 OK。 そこ、これも2つも大丈夫。まあ、まあいい。まあ、あ、そう、まあいいんじゃないですか。じゃあまあ、行くか、行くか。はい、じゃあ、はなちゃん、はなちゃん行こう。じゃあ、シンキングタイムスタート。誰も1個もやらへんかった。いや、みんなの中の1個目かもよ、これ。勝つのりだけは1回ね、目つぶって。さっきと一緒やんか。ですね。栗林が結構やばいですね。栗林さん。栗林やばいっすね、意外と。あ、なんか動き出したよ。栗林変えてますよ。いやいや、さっきそんなんちゃうかも。栗林さん。あかんよ。何をそんなすがすがしい感じ。でも、いけんちゃう、ワンちゃん。はい。いける。はなちゃん、じゃあ回答お願いします。温泉。ブー。温泉、ちょっと待って。誰を見て、誰見て温泉行きました。ちょっと一人ずつ言ってて、予想した。あ、これはまあ、まあ温泉やってるもんだって。でサウナ出てから。なるほどな、サウナで。で、二人は栗林とか松本さんは、うん、なんか猿。うん、猿。なんか猿。あー、なるほど。猿の腰掛け。はいはいはい、なるほど。お、猿っぽい。で、松本さん。これ何だろう。確かに、なんか股関節硬い。なんかスパとかにいる。あー、なんかで、かなりわかる。その体操してるわけだな。面白いです。かなりは面白いです。面白いです。付き合うか、お前ら。今は付き合うか。なんちゃか面白いです。猿でした、正解。猿です。猿だった。栗林が大王だったんや。まあまあ、ちょっと次3回目になるもんね。3回目、ちょっと、赤井さん。ちょっと、作戦でいきましょう。勝つのに。ちょっと当てよ、当てよ。みんな作戦でろ。当ててるとこ見たいで。当ててるとこ見たい、当ててるとこ見たい。回答者、どうする？最後当てよ、最後当てよ、最後当てよ。回答者、どうする？どうする？行ってこい。行くか。よし、お前やと思った、俺は。絶対お前回答者がいい。なるほど、じゃあ目つぶってね。お題こちら。3。さあ、来ました。これいけそう。あ、いいですね。いいですね。はい、じゃあ一回全員かかっていただきます。はい、全員かぶってたんで。はい、ドラゴン、ドラゴン。はい、ドラゴン、じゃあ一回全員かかって。ドラゴン、じゃあ。ドラゴン、ドラゴン。シンプルスタイル、スタート。すごいこれ。そう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 。でも今の状況、この状況、この状況の空白だろ。そう。確かに確かに。面白いだろ。え？え？え？ってことは？舞台。え？で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 ？何回回答権やるの。いきますよ、回答お願いします。遊園地。ダメダメ。そらまあまあ、そらも悪ないよ。遊園地お前、お前攻められる。なんでやろ。直感で。一応みんなのポーズ見とく。ドラゴン、せーの、せーの。いいですね、3、はい、フルハウスですね。フルハウス気を見やすぎて。はい、忍者正解。
最後高校 B チーム。さあこれ答えるなら勝ちだよ。これ答えるなら勝ち。3位の5、3位やめるな子供。やめてくれお前ら。シャッターまたや。クローズ養成所だね。すごい口悪いから。違うか、うん、下がれザコどもアパーが受けへんやろ、お客さん。受けない。下がれザマやめようと思います、受けない。さあ、回答者どうする、はい、これ、おっ栗林行く、栗林行こう、栗林は確かに、ちゃんとしてそうやな。栗林、後ろ向いて目つぶってもらって。OK、栗林の目つぶってもらって。行くねー。いきますよ、お題こちら。うん、3、2、1、これいいですよ。むちゃむちゃです、栗林さんが。栗林さん、むちゃむちゃですな。栗林が意外と天然でした。あれこれはこれ、いやいや、あ、これ勝丸と松本さんちょっと、うん、ほらー、うん、そうやな、いざ1個目やったらこれだよ。当てにいいことでいいから、そうやな、我慢したんだ。でも結構いいぞこれ。あんちゃん、もっともっとやったやつでいいよ。動いてもいいよ、うん、3人動いてみて。あ、そうそうそう、あ、行こう行こう行こう、それで行こう、あ、行きましょう、じゃあ振り返し行ったら行ったら振り返し振り返し、じゃあ見ていいよ、シンキングタイムスタート。いいですよ、同じ動きしてくださいよ。同じ動きやで、同じ動きやで、いいよ、なんか見たら見たら、ちょっと変わってんぞ、お前中出し大丈夫よ、自分のペースで。いいですよ、いいよ、これも待って、終わりたいな、いいね、もう分かるよ、振り返し振り返し、いける、 OK、 こんなんもう行きます。振り返し、回答お願いします。ボディービル大会ダメー、栗林が大ボケでした。栗林、俺はお前だけがちゃんとしてるやつだと思ってたのこいつでした、こいつでした、いける、だってこいつ最初、3、2、1で自分の振り向くかみたいな。ほんならジェスチャーいけよ、またやったらこれだよ、やりたいんやったら違うわ、まあまあ全員参加してやってみていいか、この全員参加バージョンね。あー、なるほど、いける、なるほど、わかりました、はい、これがムキ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 ボディービル大会、出るんだよ、出るんだ、これ笑わんかったよ、笑いながらよ、栗林、笑わんかったよかった、栗林、笑わんかったらこっち笑ったし、笑顔で書いてあったんですよ。そんなカンペで笑顔で答えてくださいみたいな、笑わかったか、ということで、全員どっちもが0ポイントでドローになるんですかね、これは。もう一回、もう一回、よし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 、ちょっと俺も参加するわ、あ、お前も俺も参加するわ、ありがとうございます、一人足そう、あ、ありがとうございます、いいよ、ほなじゃあ回答者誰に行きますか、魔女のやつ、いいよ、もう行きます、おっしゃ、これ待てたいね、お題じゃあこちら行きますね、はい、2、1、どうだ、あー、そうか、俺も見なかった、これは、お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 、いいですね、全員クリアです、じゃあ、行きましょう、回答者、じゃあ、見てください、回答者大丈夫です、シンキングタイムスタート。越川、これは素晴らしいですね、いいですよ、はい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 、もう一人一人見ててもいいよ、これ見て、これ、もう、うん、藤井明さん、はいはい、ほんでまあ、なんか出してるでしょ、何かを、おうおう、お前はトランプだな、おう、はいはいはい、ほんでお前はお客さんだ、お客さん好きやな、こいつ、あ、まあ、ど、あ、ちょっとブレてきた、まあ、でもジャグリングやな、ジャグリング、はいはい、ほんでシルクハットだ、ということは、回答お願いします、マジシャン、うわぁ、やりました、はい、よかった、素晴らしい、全員で分かりました、全員で分かった、これは素晴らしいです、さあ続いてじゃあ B チーム行きましょうか、やった、よし、さあいい、いいですね、プレッシャーかけましたね、プレッシャーよ、はいはい、ドキンチャイ、はいはいはい、はい、ドキンチャイ、全然治らへんお前、口悪い、どっちドキンチャイって言いそうやって丸め、丸めようと思って、ドキンチャイ、いっちゃった、しばらく、ちょっと針が入ったらもう分かるすぎるわ、ちょっと、まあ、回答者お願いします、もちろん僕行きます。大丈夫です。行ける。頼むで。余裕です、今までの。うん。今まで全然遊びです。ここで1個決めますよ。お行きますか、行きます。いいよ、いいよ。行きましょう。じゃあ、行きますよ。お題、こちら。はい、来ました。来た。これは死ぬって、これ。はい、行ったね。結構何してんの、お前は。まず、松本と、勝野。もういいって
前らが被るね。篠原だっけ？篠原だ。篠原もわからん。篠原も。はい。ね、ね、栗林の篠原。お前もう言ってよ、お前。栗林。じゃあ、シンキングタイムスタート。ちょっとこれ、うん、いや、動いていいね。あ、いいね、はなちゃん、いいよ。お前、信じていいか。そう動けたよ、お前。はなちゃんも見てやじゃあ、これ何じゃあ、これ何、まあ、でも髪の毛アピールしてるね。ちょっと挑発をアピールしてるね、気持ち。似てるな、確かに。いけるか、どうだ。いけるか。これ何これ、栗林さん、ちなみに何か。これもう自分的には。もうボディビルダー。ほうほう。で、はなちゃんの女子プロレスラー。おー、じゃあ行きましょう。回答お願いします。女子プロレスラーダメー。あ、こっちがおかしい。いや、これ誰が。じゃあ、3人足すか。じゃあ、ちょっと2人ちょっと広告言ってもらって言って、言って。で、3人、ちょっとカブと3人、じゃあお願いします。ほら。はい、これ見て、何やと思いますか。もう率直にこれ見て。あ、はい、ここで。あ、まあまあ。まあまあ、おじさん、3人も。はい、じゃあ、お願いします。イケメン。何やねん。お題でイケメンって何やねん。イケメン。でけへん。でけへん、イケメンや。メチコ、なんともない。誰がマシなん、この治療。終わってませんって。じゃあ、金八先生ね。金八先生、何ですか。わぁ、マジか。世代じゃなさすぎるでしょ。世代じゃないの、受けてないの、金八先生。当たり前みたいに使って。あんだけもめちゃくちゃ床の水なんかどことかやらないから。こっからどう見てもどこがやだよ。これ何、回答なんで、これ。じゃあ回答お願いします。これ武田鉄矢。あ、すごい。武田鉄矢の武田鉄矢の過去にある。すいません、すいません。え、僕は死にます。死ねえ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 。つまんねえな、そんなのは。つまんねえな、そんなのは。死ねえ。死ねません。お前、なんでこの感じ口悪い。優しいやつだって。怖い。待たないから。ということで、D チームの勝利。さあ、ということで、皆さん、拍手いただいてありがとうございました。ありがとうございました。3位は D チーム。なるほど。さあ、ここはですよ。最下位は D チームということで、うん。さあ、それでは行きましょう。決勝戦に参りたいと思います。決勝の2組、どうぞ。どうぞ。チームごとに大喜利に挑戦していただくコーナーですと、まずチーム全員に共通のお題が書かれたカードが配られます。そのお題に対する回答をフリップに記入してください。ただし1人だけカードに書かれたお題が違う人狼がいます。お題がね、違うのが1人だけいます。そのお題を発表した後、全員の回答を確認し、相手チームは違うお題で大喜利している人狼を誰かを1分間で相談して当ててください。まあ、相談して回答、このお題のでこの回答出ちゃうかみたいな。一人だけちゃうよ。そうです、当てていただくというゲームとなっております。人狼当てることができたら1ポイント、それを交互に繰り返し正解数の多いチームの勝利となります。はい、それではまずどちらからいきましょうか。はい、おい、よっしゃ、決勝やで。でも決勝じゃあそっちからで。そう、よし、まあ勝ちたいし。はい、どっちから。あのー、どのお題でも、あ、いいですよ、皆さん見てください。あ、ちょっと、ごめんなさい。A チームのね、お題確認していただきまして、それでは回答の方、お願いします。新チーム、
さあ、いいですよ、C チーム別に見てもこっち、はい、こっち向いていただいてね。まあ、なんですかね、そのどのお題にもせやねん、うまいことなはまるような、こう自分がもしかしたら人狼かもしれないんでね。竹雄がもう2枚目行きました。いや、1個でいいですよ。でも、このバリズムさんのありがたいですよ。何個もストップ。いや、このゲームは1個で大丈夫なんですよ。押し合い。そんな何個もいらないです。ほら、たまに行きました。いや、バカリズムさん、お前、線書いてピッて書いてましょう。書いて、書いて。いいですね。まあ、もう…さあ、その結構みんなもう書けてるんで。素晴らしいですね。うん、急がない。ああ、やばい。やばい、やばい。ただ僕ら面白いこと書けばいいだけ。もうほんまそうですよ。もうめっちゃ受けたら逆に紛れれるかもしれない。そう、面白すぎて。そうそう。さあ書けましたでしょうか。はい。はい。よいしょ。はい。ほんなら、いきましょう。お題こちら。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、みんなから嫌われている校長先生の口癖とはということで、じゃあこちらからいきましょう、はい、それではいきましょう。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、静かなるまでなるまで横浜。好きやけど疲れそうよ、こんな楽しい校長先生。あ、いいですね。あ、お題出しても出してください。出してください。じゃあ次のカードいくから、みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、このくらいの女の子がいいよね。怖いね。い口癖がそれ怖いな。嫌すぎるな、そんな。いいですね。みんなから行きましょう。次、みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、ふるさと納税やってないの。校長先生は、まあまあまあ言う可能性もあるか。ちょっと、まあそれぐらい変な校長というか、口癖が。それでいきましょう。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、合間合間に、うんうんうん。あ、いいね。ああ、合間調ですな。いや、あーってない。あー、やだなー、やだなーか。あ、なるほど。いきましょう、次のこと言いきましょう。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、ちゃんと法話聞いてよ。法話ね。いや、そんな嫌な、嫌な校長先生がそれ。いや、現役お坊さんとして嫌。嬉しいじゃん。法話ちゃんと聞いてほしいから。受けもしねえし、滑りもしねえ。そんなことないですよ。ないんだ。いきますよ。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、いや。怖い。どこがバカリズムさん。どこがバカリズムさん。何が違うと、にゃーをね、そう3回書いたんですよ。だから、に2書いてやめて、2の上書いてやめて、3回でにゃーって。にゃーって、実は出てなかったんですよ。1個しか。にゃーしかね。さあ、それではじゃあ皆さん考えてください。シンキングタイムスタート。1分間。いや、これ、竹雄のにゃーがどうなのかともあるしな。いや、これでも、あえて隠れてる可能性あるからね。話聞く系はちょっと校長と変わってるけど、ふるさと納税とフラッとあまりにも離れたね、一人だけ口癖にしてはっていうね。いや、でも大喜利ができないだけだよ。大喜利ができないだけだよ。そうそうそう、大喜利ができないだけなんですよ。面白いです。やめなさい、やめなさい。大喜利ができないだけのことだよな。だったら
ちょっと待って。お題、お題だよ、確かに。お題、うん、メンゲラ校長先生の口癖とは。おお、いやいや、ちょっともう聞いてよ。あー、いいね。お前は、お題では、ちょっと、はい、4番、4番、これ大喜利すぎるよ。違う違う違う、大喜利が面白いよ。熱いな。いや、ちょっと強いやろ、強いな。いや、大喜利強い、強い、逃げちゃう。ちゃんと聞いてほしい、ちゃんと聞いてほしい。みんなから嫌われている校長先生の口癖とは、はい、え、ふるさと納税やってないの。いや、違う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 、ごめんなさい。はい、アホの親友の家で出てきた見たことない食べ物とは。すごい、すごい、アホの親友、アホの親友の家で出てきた見たことない食べ物とは。いいですね。惜しかったよな、紛れそうやったけど。竹雄はね、その浅いが分からない。だから、その、見たってな、え、食い物ないやん。どう、なるほど。浅いって何ですか。なるほど、竹雄が絶対違うと思ってた。その難しい問題じゃなかったから。え、これだと、これもう2度じゃん。いや、今ので、同点になったんですね。で、もう1個、コーナーがあるんで。え、もう一周じゃん、もう一周。あ、もう一周、あ、どうしようか、もう一周して。あ、今これで前半チームが終わり。だからみんな大喜利をパッとかごも、大喜利を変にこうやりすぎると。そうだな。そうそうそう。もう思いついた1個目やつでいいよ。さあ、カード持ってくださいね。いやでもさっきの惜しかったんやな、結構。ブラックバーで。いけそうやな。うん。あ、だからいけない。さあ、お題の方じゃあみんなもらったやつ見てください。はい、もう一回回答お願いします。うん、浅いよね。グラノーラとかも浅いが精進料理だ。浅いし、その A チーム前見てええで。その後ろで喋られる方が嫌か。そうですよ。浅いってそのどんな飯なんですか。なんかブルーベリーみたいですよね。そうそう、なんかハワイ、ハワイとかの流行ってるヨーグルトとかブルーベリーとかバナナとかいっぱい入ってる。グラノーラみたいな。グラノーラみたいな。いや、なんかグラノーラではないです。果物ですよね。浅い、まあ、ヨーグルトとかいっぱい入ってるやつですよ。え、ちゃうよ、浅いというものは果物ですよ。浅いボールか、俺が言ってる。そう、浅いボール。浅いのジュースか。あれのドリンクや。ドリンクも浅いジュースもあるし、浅いボールもあるし。ごめんなさい、浅いの話してたから早く書け。すごい怖いね、全員。お前どこが修行燃えたんじゃない。人を全部知ったはずが。俺がやつだし、入って。さあ、それでは行きましょう。じゃあまずお題ですね。うん、お題こちら。一富士二鷹三なすび、35話。一富士二鷹三なすび。アホか、お前。誰が最初に答えさせる、そういうこと。後でやれよ。はい、それでは私も行きましょう。一富士二鷹三なすび、35話。35、高尾山。いいですね。35、いや、わからないよ。だからわからない。たまたまだ、ハトない。いや、わからない。お題が。いやいや、35が一緒って可能性もある。そうや、そうや。そうや、そうや。そうや、そうや。まだわからんもんな。いや、けどだって。いきますよ。全員の答え見ます。全員が35入ってますから。いきますよ。一富士二鷹三なすび35。熱が48度出た夢。マジで？これ。あ、でも一富士二鷹で有名の話。有名な話だから。いいです。じゃあ次行きましょう。一富士二鷹三なすび35。もう35まで行っちゃうともう逆にってことで。新たまけんゆ。逆にな、35まで行ったら逆に新たまけんゆ。いいですね。次、十字二鷹三なすび35。小手伸也さん。小手伸也。深夜大喜利じゃないだろ。47歳。失礼だろ。失礼ではないよ。あの人の夢あるじゃん。失礼ではないよ。失礼ではないよ。演技芋やでな、小手伸也はな。まあ、で、次行きましょう。一富士二鷹三なすび35。しわ。しわ。いいですね。これもわからんな。わからんな。いいよ、いいよ。行きましょう、次。一富士二鷹三なすび35。
あれ似たような答えは。シワとか。それでは行きましょう。シーティングタイムスタート。C チームちょっともう静かにしようかな。もう反応せず。35一回省こうか。ああ、そういう意味で。35じゃない。いや、いやでも小手伸也やっぱ怪しい。いや、俺も小手伸也。それでは執行お願いします。
後一旦丸々としていいのかな。じゃあ次、俺たちゲーム強く行くから。いきますよ、いきますよ。支持者変わっていただいて、はい、レース行きましょう。はい、待ってた。これさっきどっちが当たったか聞けないですか。聞けないです。そうよ、なんか、なんかその心理戦が始まってる。ダメですよ、はい、あなた敵にしますよ。それがいいから、このカジノ敵にしますよ。マネーゲームです。ダメです。そんなカジノ行きましょう。それでは、行きます、皆さん。せーの、あっち向いてほい。はい、ストップ。行きましょう。それでは、進行お願いします。お坊さんだよ、お坊さんだよ。全員セーフ。せーの、あっち向いてほい。はい、行きましょう。
それでは執行お願いします。全員戦素晴らしい。これもあと4ターンで倒せな負けちゃうで。さっき6やったから。そうよ。上でじゃあ次交代して、はい、いける。両方は職人しとって。そう、マジでこれ。マジでいきますよ、せーの、あっち向いてほい。はい、それでは執行お願いします。全員戦。さあさあさあ、一発で終わる。100キロほぼ一緒の展開ですよ。いきますよ。あっ、こいこい、あっ、こいきます。それではせーの、あっち向いてほい。それでは執行お願いします。え、誰、あっ、よし、アウト。これホラーはおかしい。ホラーはおかしい。なんか急に確定音みたいな。うわぁ、いや、叩いたからね。叩いたからね。アウトということで、さあ行きましょう。続いていきますよ。でも今いいですね。いきます。それではいきましょう。上か下かいきます。おお、心理戦始まったね。これはいいですね。上か下か、4分の2分の1。いいですね。いきましょう。それではいきましょう。せーの、あっち向いてほい。さあ、それでは執行お願いします。全員戦。さあ、これはやばいで、もう今何回、なんと、上か下か出て左を指しました。あのクソ坊主は。なんで草の上か下か行くっつって。え、今4でしょ。だからもう、これ次、次全員倒すなきゃ。よし、確かに、ここでいかがダメか。ここでちょっともうお願いしたら、2V1 お願い。あ、絞った方がいいか、もう。じゃあ、右か横。なんやそれ。なんやねん、その言い方。右か横って。上か下で。なんで三択なってん、今。右か左かね。いやいや、すみません。じゃあもう右か左かだけで皆さんお願いしますか。はいはい、すみません。はい、すみません。じゃあいきますよ。せーの。あっち向いてほい。来た。それでは執行お願いします。さあ、そして。さあ、そして。さあ、始まりました。セーフ。2はセーフです。2人。いや、これ次できたら同点。次できたら同点。待って。こうもうちょっと逆に離れようか。逆に。もううん。もうなんかこう、まあ、ここ感じで見えちゃうやっぱ。なるほど。さあ、ここで決めれば。心の中で決めてください。もう外すか負けか。神山。それでは。いいか。まあ、右だね。おわおわ。心理戦でいきましょう。いいよ。さあ。よし。それでは行きましょう。うわ。よし。せーの。あっち向いてほい。一回って書いてます。一回食べます。はい。一回食べましょう。ちょっと一回あげていただいて。僕は右か左かお願いします。で、右か左かお願いしますっていう話をしてて、二人したでしょ。これ言うて、もうそう、右か左かな。続々続々。うん。続々続々と。あれも、まあ、ごめんごめん。そう、説明足らなかったから。じゃあ、もう一回しばかれておきますか。いやいや、大丈夫大丈夫、後で俺がしばっかりって。そう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 。え、右か上か下か、上か下かにしようか。上か下かにしましょう。上か下か、二択でも上か下。はい、わかりました。それでは、いきます。せーの、あっち向いてほい。さあ、決まりました。それでは執行お願いします。うわー、残ったということで、C チームの勝利。 C チームの勝利。よかったよかった。 C チームだった。唯一当たらずに、唯一しばかれずに残りました。勝ち上げ、勝ち上げ、勝ち上げ、残りました。ということは、それはということで、優勝が C チーム。Cチームの勝ちですか。 Cチームの優勝です。おめでとうございます。 Cチームのみエンディングが、なるほど、出るという。とんでもないお坊さんいましたね、ほんまに。もうあの坊さんはもう
俺絶対あの芝居頼みたくないですよ。お葬式は絶対嫌ですよ。俺のお葬式マジで安いです。やっぱああいう時安いのあんま言えないですよ。ちゃんとしたやつ頼みたいです。さあ、それではまあじゃあ皆さん、一応優勝ということでおめでとうございます。ぜひ皆さん覚えて帰ってください。以上、あ、もう全然いいですか。なんかやり残したこととかない？やり残した一組だけいいよ。なんかやり残したことあるならいたっていいし、なんか全然なしでもいいで。あ、いやまあじゃあ意外となしで一組ね、いく、はい、OK、最後ショートバージョンお願いします。今日の、この企画を締めるショートコント、はい、お願いします。お願いします。池袋で絶対なんかしたやつ。絶対池袋とかじゃなくて絶対なんかしたやつ。